山陰本線。山陰本線は、京都府京都市下京区の京都駅から、中国地方の日本海沿岸、山陰地方を経由し、山口県下関市の旗瀬駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線がある。このほか、仙崎支線あるいは、仙崎線と呼ばれる、長門市駅、仙崎駅間の支線を持つ。 京都駅その米機関については、佐賀の線も参照。京都市から西方向へ伸び、福知山市、豊岡市、鳥取市、倉吉市、米子市、松江市、出雲市、松田市、長門市などの丹波、田島、山陰地方の各都市を経て、下関市に至る。路線の終点は、畑西駅だが、畑西側の列車は、下関駅まで運転されている。 竹野駅から畑瀬駅までは線路が日本海沿いを通っている区間が多い。支線を除く営業キロは六百七十三点八キロメートルで新幹線を除く JR 線、在来線としては日本最長である。二千二年までは東北本線七百三十九点二キロメートルの方が長かったが東北新幹線の延伸に伴い東北本線の一部が 第三セクターの岩、岩手銀河鉄道及び青い森鉄道へ経営移管されたことにより、山陰本線の営業記録を下回った。京都駅その米機関は、旅客営業規則が定める大都市近郊区間のうち、大阪近郊区間に含まれており、この区間には、佐賀の線という愛称がある。京都駅その米機関と法規大線駅、出雲市駅間は、IC 乗車カード。 愛国家の利用可能エリアに含まれている。佐賀の線区間を含めた京都駅、木崎温泉駅間は E の路線記号と紫のラインカラーが設定されている。これに加え、鳥取県を中心とした木崎温泉駅、米子駅間には A の路線記号と鳥取20世紀なしをイメージした黄緑のラインカラー、島根県を中心とした米子駅マスダ駅間には D の路線記号と日本海と新事故の夕日をイメージした路、のラインカラーがそれぞれ2016年2月より導入されている両区間の境界は米子駅なる。近畿エリアの路線記号の適用対象でありながら2015年3月14日ダイヤ改正時点での校内の旅客案内への繁栄は佐賀の線内の各駅に留まっていたが 2016年3月26日ダイヤ改正より、前述の米子支社ともども、福知山支社管内の各駅における、旅客案内や一部の所属車両の方向幕でも、米子支社制定文を含めた、ラインカラーや路線記号の本格使用を、死した。これに際し、上、川口駅木の先温泉駅についても紫色に、E の路線記号に包含され、 当該各駅でもこの路線記号を使用するようになり、同年4月頃には公式サイトの路線図にも反映された。一方、広島支社管内の戸田小浜駅畑製駅間には路線記号はないが、広島エリアの路線図や当該各駅の駅、掲示時刻表のシンボルとして、オリーブ色が使用されている。なお、支社及び鉄道部の管轄は以下のように分かれている。 在来線としての営業キロは日本最長の路線であるが、起点から終点までを通して走る優等列車の設定が史上一度もない本線の一つとなっている。区間によって乗客の流動に大きな偏りがあり、東西方向の交流が必ずしも盛んでないことや、かつての日本国有鉄道、国鉄や現在の JR 西日本が山陽新幹線開業以降、 山陰本線沿いの各都市から直接山陽新幹線に至る路線、音名連絡路線を強化してきた結果である。山陰と瀬戸内側を結ぶ線には、福知山線、白備え線などの電化された路線や地図急行線のような高速新線があるが、山陰の横同士の連絡は最近まであまり考慮されず、電化もそれらの延長的存在で、継ぎはぎ状態で行われた。 後年の高速化工事も同様で、高速化された区間とそうでない区間が、継ぎはぎ状態になっている。それでも民営化後は、鳥取駅、倉吉駅、与那子駅、松江駅、出雲市駅の都市間輸送に力を入れるなど、以前に比べれば改善が見られる。感染扱いの長大路線でありながら近代化が遅れたことや、ローカル色あふれる。 風光明媚な車窓風景と相まって鉄道ファンであった作家の宮脇俊三は意外なるローカル線と山陰本線を表した。この表現は山陰本線の実情をよく表したものとして大方の鉄道ファンから賛同を得ている。特に出雲市駅以西の区間の輸送実態は地方交通線とほとんど変わらないと言っても良いほどである。このか、2010年に 鉄橋からコンクリート橋に架け替えられた余部橋梁や日本で3カ所に現存する拉致ス桁を持つ竹の川橋梁、浜坂駅手前には拉致ス桁が残る竹見川橋梁があるほか、須佐駅歌声機関にかかる総合川橋梁は日本海に注ぐ白須川河口にあるため鉄道の撮影ポイントとしても有名である。また沿線には温泉地が多く木の温泉、 玉造温泉、湯の津温泉など古くから知られた温泉が数多く湧き出している。以前は、京都、大阪あるいは、東京方面と鳥取地区とを結ぶ列車は、山陰本線の和田山駅鳥取駅間を経由するか、東京方面の場合新幹線連絡で、津山線、陰美線を経由した岡山駅経由がメインルートでったが、地図急行が開業してからは、 地図急行線を使うルートにとって変わられた。また、太陽名護地区についても山陽新幹線開業以降は、山陰本線経由から白備線経由にメインルートが移っている。現在、京都、大阪からの特急は、ほとんどが電車であり、木の先温泉駅までの運転である。京都駅、鳥取駅間には、夏季の列車が走っている。そのうち福知山駅は、北。 キンキビック X ネットワークの中心部分にあたる定期列車、山陰本線経由分の未記載。夜行列車は後日、鳥取駅マスダ駅間は、近年の高速化工事などにより、新型車両の特急を登場させるまでに至ったが、その一方で、マスダ駅畑製駅間は、磯風廃止以降、優等列車はなくなった。鳥取駅については、鳥取駅、駅、 マスダ駅などを結ぶ都市間連絡特急として下記の列車が運転されている。鳥取駅出雲市駅間で時速1 2 0トル出雲市駅マスダ駅間で時速1 1 0トル運転を行っている。また、音量連絡特急として下記の列車が運転されている。これらの列車は京都駅、新大阪駅で東海道新幹線、姫路駅、 岡山駅で山陽新幹線と接続している。このほか、夜行列車として、下記の列車が運転されている。大阪駅からの急行、大線、大阪駅与那子駅間が2004年10月16日に、また、東京駅からの新大特急、出雲、東京駅出雲市駅間が2006年3月18日のダイヤ改正で廃止されてからは、 白線経由ののの列車のみの運転となっている運転区間は過去最長のもの。詳細は各列車の記事参照。国鉄時代はほぼ全線を通して運転されるような長距離列車が多く見られ、京都発の普通客車列車の行き先だけでもその米駅や、福知山駅のみならず、豊岡駅、浜坂駅、鳥取駅、米子駅、出雲市駅、浜田などもあったが、 現在はおおむねかの区間に細かく運転系統が分かれている。京都駅そのべ間と鳥取駅マスダ駅間では、中距離、都市間の速達輸送を担う快速列車が運転されている。一方、そのべ駅浜坂駅間でも2013年から一部の定期普通列車が快速列車に変更されているが、こちらは利用者の少ない駅を通過運転するものである。 快速列車へ変更となった列車も引き続きたの、普通列車と一体的な運行がなされている。なお、京都駅その米区間を除き、ほとんどの区間の普通や快速列車で、ワンマン運転を行っている。佐賀野線の相性がある。アーバンネットワーク圏内のため旅客数、列車本数とも多く、朝ラッシュ時の輸送力は、飽和状態に近い。年月日に、 京都駅その米期間の伏線か京都駅構内は単線が完成した。電化及び高速加工事が行われ、特急の所要時間は短縮された。しかし、普通列車は行き違いや追い抜きのための停車時間が長くなり、また、区間内ではカーブが多く、速度制限があるため、所要時間はあまり短縮されていない。普通列車は一時間あたり一から2本程度が、 運転されており、一部を除き、ワンマン運転が実施されている。京都駅と直通している、朝夕の一部列車を除いて、そのべき福知山駅間のみの運行を行っており、そのべきで、佐賀の線列車との接続は良好である。佐賀の線及びこの区間においては、特急優先度が高く、途中駅で追い抜かれることが多い。一例として、五ま駅では、日中の下り列車を中心に、 特急退避が行われている。ただ、上り列車の場合、日中を中心に、福知山駅を特急の約10分後に出発し、かつ、その米駅で、佐賀の線快速との接続がある列車に関しては、京都駅まで先行をする。反対方向に対しても、京都駅を朝夕に出発する列車を中心に、福知山駅まで先行する。単線部の複線化については、 京都府は2022年度を目標とする奈良線複線化事業後の着手を考えたいとしている。綾部城福知山駅間は舞鶴線と直通する列車も乗り入れて列車本数が多くなり、この区間は伏線となっている。また、道路線の特急、木の先、福知山線の特急、河野鳥と接続する舞鶴線通の普通は、リレー号として運転されている。 福知山線の延長的存在として、京都駅その辺駅間よりも早く電化されて、大阪、京都方面からの特急が多く運行されているが、高速加工時はされておらず、主に福知山駅帯上を役の駅間では急極線も連続することから、特急も速度を落として運転している。この区間には、対向列車待ち合わせのための宿波信号場がある。 1996年3月15日までは、大阪駅から福知山線経由で直通していた、長距離普通列車も運転されていた。和田山駅木野崎温泉駅間では、万端線の特急も乗り入れている関係や、観光シーズンになると、臨時列車の運行や乗降に時間を要し、遅延が発生することが多い。1時間あたり1から2本程度が運行されている。 普通列車は一部を除き、ワンマン運転を実施している。朝後時台に、豊岡駅木の先温泉駅間の区間列車がある。木の先温泉駅から先は、非電化となり、本数も1から2時間に1本程度と、ローカル色がより濃くなる。この区間には、対向列車待ち合わせのための間に信号場があった。普通列車は一部を除き、ワンマン運転を実施している。 この区間の普通列車は基本的に豊岡駅発着となる。この区間では2002年度の上半期に月1回の補修運休、代替バスなしを行っていた。かつてはこの区間にも特急、北近畿との接続を目的として快速列車が運行されていた時期もあった。2011年4月からは臨時快速として豊岡駅鳥取駅間に 山院海岸ジオライナーが土急実度に運行されている。2012年春のダイヤ改正で一部の駅を通過する普通列車が設定された。また、2013年春のダイヤ改正でそれらの列車を快速列車としている。県境を挟むこともあり、特急、浜風1往復を除けば1.2両編成の普通列車と快速列車が走るのみである。 定期快速は幾三駅のみ通過。前節の臨時快速、三陰海岸ジオライナーは、この区間では途中岩見駅のみ停車。普通、快速列車には、キハ47型機動車、キハ121系機動車が使用される。2018年3月17日ダイヤ改正時点で、普通、快速列車は、すべての列車がワンマン運転を実施している。この区間には、 スイッチバック式停車場となっている滝山信号場があるが現在では対向列車待ち合わせの用途には使用されていないこの区間は再び幹線鉄道の様相を呈する高速化工事により所要時間が短縮された海沿いのなだらかな区間末つね駅倉吉駅間以外にはトンネルが存在しないを鳥取県内山陰両県の都市間輸送を担う特急や これを保管する快速、鳥取、ライナーが運行されている。また、京阪神発着の特急も地図急行経由で乗り入れることから、特に鳥取駅倉吉駅間で列車本数が多く、普通列車は行き違いや追い抜きのための停車時間が長い。普通列車は倉吉駅で乗り換えとなるものもある。途中の放機大線駅から電閣間となり、白尾線の電車列車も乗り入れているため、 運行本数も多くなり、米子駅を経て、安木駅まで伏線化されている。各備え線と同時に、三位本線で最も早く電化された区間であるが、普通列車の半数近くは、機動車で運転されており、1時間あたり1本、程度運行されている。一方、快速列車は全て機動車である。一部の電車列車は、各備え線に直通し、特急、八雲も,も乗り入れる。 平日は、上りのみ快速、通勤ライナーも運転されている。それ以外にも、快速列車、アクアライナーと、鳥取、ライナーが運転されているが、この区間は、例外なく、各駅に停車する。新寺駅松駅間には、キス線からの直通列車がある。また、この区間は特急を含めると列車の運行本数が、かなり多く、放機大線駅や杉駅間、 東松駅松江駅間、玉造温泉駅木町駅間は伏線化がなされているが、この区間全線が伏線化されているわけではないので、対向列車の待ち合わせ20分以上要する場合もある。なお、飯屋駅から米子方約2トルの伏線化がなされているが、1982年の放機大泉駅地宮駅、現西出雲駅間の電化の時に用地は、 確保されていたにもかかわらず、施行されていなかった。この区間は、西出雲駅から先は、再び非電化区間となり、ローカル色が強くなるが、2001年7月7日に、高速加工人が完成し、島根県内の都市間輸送を特急と共に行う、目的で、快速、アクアライナー運行されている。普通列車は、浜田駅、豪津駅で乗り換えとなるものが多く、 浜田駅マス台駅間は運行本数が少なくなる。2006年7月18日から2007年6月15日まで三高線が普通になっていた関係で一往復の列車が運休していたが運行再開に伴い当該列車も運行を再開した。再開と同時に三井線直通の普通列車も浜田駅が2本、浜原駅が1本設定されていたが 三越線は2018年4月1日に廃止され、当該列車は5つ発着となった。島根県と山口県の県境を挟む、この区間は、山陰本線の中でも、とりわけ乗客、本数ともに少なく、1日中往復足らずで、日中は4から5時間以上運転がない時間帯がある。全列車が1から2両編成のワンマン運転による、普通列車である。 多くの列車が、マスダ駅長都市駅間の運転となるが、マスダ駅下関駅間を直通する列車や、マスダ駅東萩駅間を呼び清駅、東萩駅長都市駅間、東港日の長戸三住発長都市駅の区間列車も、設定されている。2005年2月末に特急、磯風が廃止されて以降、マスダ駅下関駅間は、仙崎支線を除けば、 山陰本線で唯一特急列車が行されていない区間となっている。この区間には JR 西日本管内の地方交通線で見られるような二十時速 30km 程度に速度を落として通過する曲線箇所が存在する飯野浦駅、江崎駅間など。山陰本線は畑西駅までだが列車は下関駅まで運転される。 この区間は輸送力が低いとされ、かつては急行、秋吉、三辺などのように、長都市駅で分割し、ミネセ経由で運転されるものもあった。日中を中心にワンマン運転を実施しているが、名古屋駅、長都市駅、焚部駅下関駅間を直通する列車の場合、名古屋駅、長都市駅、焚部駅小串駅間までが、ワンマン運転で、小串駅下関駅間は、 車掌が乗務する列車もある。ただ、下関市駅、特に小串駅下関駅間は、関門都市圏の都市圏輸送を担っていることもあって、1時間あたり1から2本程度は運行されている。輸送力調整のため、小串駅で乗り換えとなる列車も多く、小串駅下関駅間では3.4両編成になることもある。2005年9月30日までは、関門トンネルを抜けて、 JR 西日本管内小串、長戸市方面と、文字駅、小倉駅など、JR 九州北九州市内の駅を結ぶ直通列車が運転されていたが、2005年10月1日のダイヤ改正以後は全列車が下関駅より返しとなっている。この区間では、2017年8月5日からは、観光列車の話が土日祝日に運行されている。 2007年7月1日から2017年1月29日まで観光列車ミスズーシオアヤンが運転されていた土日祝日のみ即運転。ただし運行上2回通る畑西駅を1回通過するのみであとは各駅停車であった。2017年3月4日のダイヤ改正では下関駅初登りの最終列車が23時台に引き下げられた。 1>, 1日6往復のみの運行となっている。観光列車の話、下関方面直通を除く、全列車がワンマン運転で一部の船内折り返し列車を除き、ミネ線と直通運転する系統が基本である。これは、仙座支線がもともとミネ線の貨物支線として開業した経緯によるものである。1往復のみ2両編成である。 2014年3月改正時点で、放棄大船駅与子駅間に3往復運行されていた高速貨物列車が、2015年3月14日のダイヤ改正において、放棄大船駅のコンテナホームが供用を開始し、同駅に与子駅の機能を統合したため、すべて、白尾船内折り返しとなったのを最後に、山陰本線内を通過する定期貨物列車が全廃された。 日本貨物鉄道 JR 貨物における山陰本線の第二種鉄道事業免許についても2015年4月1日付で廃止された。その後、2018年7月の西日本豪雨に伴い山陽本線の一部区間が不通になったため放期大線駅増田駅間の第二種鉄道事業許可書が同年8月22日に JR 貨物に対し交付され、 白備内線、山陰本線、山口線に迂回する貨物列車が同年8月28日から9月28日まで臨時運行された。2018年9月29日に台風24号の影響で山陽本線柳駅下松駅間が普通となったため同年10月5日から当線通過は6日から11日まで再度同一経路で運行された。かつて 山陰本線、山陽本線の文字駅福知山駅間には日本一の走行距離を有する普通列車が運行されていた。鉄道ファンはその列車番号で824列車と呼んでいた。そもそも昭和30年代まで日本国有鉄道、国鉄においては特急、急行列車の本数が少なかった反面で長距離の普通列車が設定されていた。 1956年11月のダイヤ改正当時では、東海道本線、山陽本線では、東京駅文字駅間運転の111.112列車。東海道本線区間で、夜行運転、運転区間の営業キロは 1102.8km、ムーンダイトながらの項目も参照。日本海中間線では、大阪駅青森駅間には、 上越線を夜行で走る511.512列車、北陸線と大雨線でに夜行になる513.514列車、運転区間の当時の A キロは1055.6キロメートルが存在するといった具合である。しかし、1961年10月に実施された三六島と呼ばれるダイヤ改正以降、国鉄では普通列車の乗客を新設ないしは増発した特急。 急行列車に振り向けるため、これら長距離運転をする普通列車を削減するようになっていった。そして、その普通列車削減の流れが進んだ昭和50年代に、日本一の運行距離を有する普通列車となったのが、この824列車である。1972年、昭和47年3月15日ダイヤ改正以前には、全線を直通する。 夜行列車八百二十六列車、八百二十九列車もあったが、夜行区間が急行に、格上げ、島根を経て夜行、三米されたり、夜行区間と、重行区間とが別列車に分断。夜行区間は、後の、参院されて、この列車が残った。このため、本列車の筋自体は、参院本線前通時にまで遡る。戦時中は、分断が、日本最長となったのは、 それまで最長だった大阪発新潟駅の普通列車が廃止された1972年10月のダイヤ改正であった。この列車は文字駅を朝5時30分頃に発車し、福知山駅にはその日が終わる頃に到着するもので、途中駅で特急、急行の大部屋荷物輸送のための長時間停車をしていたこともあって、所要時間は約18時間半にもなり、 標定速度は時速 30km を若干上回る程度であった。また、客車は、おは35系、すは43系、61系など、手動扉の旧型のものが最後まで使用された。その旧系客車の旅収と運転区間が相まって乗り鉄とも通称された。鉄道旅行派のファンなどから注目される存在となり、宮脇俊蔵、種村直樹といった、 気候作家による乗車機も書かれた。なお、上越新幹線開業に伴うダイヤ改正直前の1982年10月における国鉄の長距離運行普通列車上位越えは以下の通りである。しかし、客車の老朽化が進んだことと合理化及び動力近代化の一環として、客車列車を機動車、電車化した上で、 運行距離を短縮する施策が取られるようになったことから824列車は1984年2月のダイヤ改正で下関駅出雲市駅間運行の824列車と出雲市駅福知山駅間運行の548列車に系統が分割されたその後さらに列車の運行区間が細分化され2006年現在では824 列車が運行していた時間帯に該当する列車が存在しない区間もある。各年度の平均通過人員、旅客運輸収入は以下の通り、明治の鳥取では明治中期に県内の道路整備が行われたものの県外との交通は海運が主流だった。1890年、明治23年頃は鳥取から大阪へは徒歩で約1週間航路では 瀬戸内海を経由して2週間ほどを要した。その航路も春は好転で欠航が多かった。その頃までに東京、神戸間や東京、仙台間に鉄道が開通していた。また1887年、明治20年の施設鉄道条例によって全国で私鉄ブームとなった。参院では鳥取県と島根県の議員が合同で、 山陰地方への鉄道建設を目指すようになり、鳥取新報などの地元紙も山陰の鉄道に関する連載を行って、地元世論を喚起した。1887年、明治20年には早くも山陰と岡山を結ぶ路線が提唱された。1890年、明治23年から1891年、明治24年にかけて、 鳥取、岡山の県議ら二250名が請願した、境港与那子倉吉津山、岡山ルートの請願を出した。この頃の倉吉は、木綿屋の大き具、仙橋五木生産で栄えていて、これらを境港へ輸送する手段を求めていたのである。これに対し、日野軍出身で鉄を扱う商工業者らは、中国鉄道株式会社を起こし、鉄の輸送に便利な、 境港与那子根打山、岡山ルートを主張した。さらに、倉敷方面と与那子方面の有力者たちが、境港与那子新見倉敷、玉島ルートを目指す、規制会を結成した。鳥取市では、姫路津山、鳥取ルートを目指して、司会の議決を行ったが、税負担を不服とする住民がこれに反対し、県へ問題を持ち込んだ。県、鳥取市長、 鳥取市会の意見の隔たりが大きくなり、提訴や行政裁判が繰り返され、ついに市長と市議全員が総辞職する騒動になった。これらの様々なルートで競争が行われたが、1892年、明治25年の鉄道敷設法では、舞鶴から鳥取、松江、浜田を経て、山口をつなぐ日本海側の縦断線や、いくつかの陰陽横断線が盛り込まれた。 ただし、具体的なルートや着工の見通しはそれ以後の決定とされた。9種類ものルートが検討の対象となった。結局、1893年、明治26年に、関節の境港与那子鳥取地図作用、姫路ルート、私鉄、中国鉄道の与那子根都山、岡山ルートの建設が決まった。翌百九十四年、明治十七年には、 山陽鉄道が神戸、広島間を全通させ、山陰方面でも大いに期待が高まった。ところが、その翌月、日清戦争が勃発し、山陰方面の鉄道建設は凍結になった。戦争終結後、山陰方面の鉄道建設が再開されることになったが、より重要な路線を最優先で建設することとなった。 再び建設ルートや官民どちらを優先するかで紛糾したが、最終的には、境港与那子鳥取地図作用、姫路ルートが優先されることになった。これには、軍部の意向が働いていて、姫路の第10師団と鳥取の不評第40連隊、さらに重要港湾の境港の連絡路を優先したのだとみなされている。1900年。 明治三十三年の着工時点では、七百九十五万円の国費が予算として当てられた。工事は、境港から始まったが、これは、建設資材などを境港へ船で運び、そこから順次、先へ伸ばすのが輸送の面から合理的だったからである。建設工事は、県内外から大量の妊婦を集めたほか、米子方面の建築業者の成長を促した。 境港から東へ向かうルートはしばらく平坦路で地盤も良く工事は順調に進んで1902年明治35年に境港ミクリ厨間が開通したこの後ミクリや八橋間の建設工事中に帝国議会はルート変更を決めた変更後のルートは境港与那古鳥取和田山福知山となった日露戦争を見据えた 帝国議会が軍事上の最優先路線として大阪と舞鶴軍港を結ぶルートの建設を急ぐことになり、これと連結することで、姫路、大阪、舞鶴、鳥取、境港といった軍事拠点が一挙に楽できるからである。また、間もなく、与那子から今市、出雲市駅までの延長も決まった。さらに、鉄道国有法によって、 全の線が国有化されることになった。この時から、いまいち、霞間を、山陰再線、霞、福知山間を、山陰東線と称するようになり、再線の工事式のため、与那子に出張所が置かれた。この出張所が、与那子鉄道局に発展した。三國屋から東を目指す建設工事は、日露戦争中に一時的に中断があったものの、急ピッチで進められた。 このうち倉吉付近のルート選定については諸説ある。建設ルートは倉吉市中心部を通るわけでもなく、江戸時代からこの地方の水運の拠点だった八津を通るわけでもなく、両者の中間である上を通ることになった。これは最短路というわけでもなく、迂回ルートとなっている。鳥取県市ではこのルートは鉄橋やトンネルの建設が最小限で済む。 低コストのルートだったと説明している。東線に相当する区間では、京都鉄道が1899年、明治32年までに、京都、園部間を、園部、綾部間を、国が建設した。福知山、綾部間は、半角鉄道の路線を延伸する形で舞鶴までを、結ぶ半角線の位置として1904年に、開業した。京都鉄道、 半角鉄道の両社は国有化され、京都駅綾部駅間が京都線として1910年に開通した。建設ルートでは、にわか景気による様々な引き騒動があったものの、米子から鳥取までの工事は比較的順調に進み、1907年、明治40年の皇太子、後の大正天皇行刑に合わせて鳥取仮駅千代川左岸まで開業した。 さらに翌年に、千代川の鉄橋完成により1908年、明治41年に、米子、鳥取間の開通となった。しかし、鳥取と霞間は、険しい山地を通るため難高寺で、中でも桃間トンネル、余部橋梁が最後になった。これらの完成をもって、再線が開通したが、これは、東線に比べて5ヶ月遅れてのことだった。 こうして1912年、明治45年3月1日に、京都駅から出雲今市、出雲市駅までが全通することになった。鳥取市で行われた開通式典には、大熊重信、花高市など2600人が参加した。一番列車が来ると各駅で花火を打ち上げ、小学生の旗行列や大人の超鎮行列で出迎えたという。本線の開通は、 三陰地方を大きく変えた。それまで交通、運輸の中心だった海運は壊滅的に衰退し、多くの港町が荒廃した。村ごとにあった商工業者は、京阪神の大手企業に立ち打ちできず、次々と消えていき、地方の小町村は、都会へ安価な労働力を提供する地へと変わっていった。一方、京阪神地方からの旅行客が激増し、観光地や温泉地が、 飛躍的に発展した。また、農業、漁業、林業などの一次産業では、地元消費から京半身へ出荷する商品の生産が大幅に伸びた。肉牛、二十世紀なし、眉などが増産されたほか、第一次世界大戦の公共も、相まって、材木、パルプ、綿布、和紙の出荷が大きく増えた。これらにより、産業構造は一次産業変調に大きく、 傾いていった。出雲今市駅からは順次西へ伸び、1928年に須佐駅まで延伸される。宇多郷駅、正明市駅、現在の長戸市阿川駅間及び、正明市駅、仙崎駅は、ミネ峰線ミネを延伸する形で1930年までに開業した。小串駅、畑西駅間は、長州鉄道、 小串駅、畑西駅、東下の関駅の一部を1925年に国有化したもので、国有化時に小串線となった。1928年には小串駅、阿川駅間が延伸された。1933年には、須佐駅、歌子駅間が開業し、三線の歌子駅、正明市駅、阿川駅間、正明市駅、仙崎駅間と小串線を編入して、 京都駅、旗西駅間、正秋市駅、仙崎駅間となった三院本線が全通した。なお、長州鉄道のうち、国有化されなかった旗西駅東下関駅、現在の東駅間については1926年に、電化、翌々年の1928年には、三洋電気軌動、三電交通の前進へと譲渡され、同社の路面電車線と一体化して運営されるように、 なった。全区間伏線、電化。内の数字は営業記録。京都駅、0.0キロメートル、丹波口駅、二条駅、円町駅、花園駅、渦政駅、佐賀嵐山駅、保津京駅、馬堀駅、亀岡駅、20.2キロメートル、並川駅、千代川駅、八木駅、吉富駅、その米駅、34.2キロメートル。便宜上機動車列車の系統上の起点となる。 豊京海駅から記載する。便宜上、旗西側の全列車が乗り入れる山陽本線、下関駅も合わせて記載する。なお、仙崎駅は無人駅である。内の数字は、起点からの営業記録。内の数字は、京都駅起点の営業記録。内の数字は、京都駅起点の営業記録。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。